もう一目散に誰が動画出したと思う。その日の深夜に、深夜4時に投稿した。俺最近の問題点の話していい？配信者問題。よく考えろ。わかんだろ。いねえよ。最近で一番黒い配信かもしれない。いだやっていきまーす。意外とうまそうでしょ。マシュマロも急ぎ足でいきますよ。最近 VRC のことしか考えてない。会議をするんだけど、よく企画の会議とか。俺最近 VRC の中で企画会議してるもん。ディスコードとかじゃねえんだよな、もう。住んでるね、本当に。 VR チャットに関してはいろんな声があって、やっぱり人口が増えてきて嬉しいみたいな、俺のおかげでって言ってくれる人もいるんだけど、 VR チャットに最初から住んでる人たちはアングラな世界が好きだったっていう人たちもいて、新規が入りすぎるのもどうなんかなっていう声も結構ある。まあその気持ちはわかるんだけど、コンテンツっていうのはね、人口が正義であって、まあ2週間しかやってないから何とも言えないんだけど、アングラな世界を作れるゲームだからさ、自分で。で逆に新規で入る人たちも、俺の視聴者の人たちはそんなマナーが土地狂ってる人とかあんまいないと思うけど、逆にマナーを良くしてほしくないっていうのはちょっと語弊がある言い方なんだけど、変なことが起きてても変なことが起きてるなーって言って見てほしいんだよね。それが VR チャットの楽しみ方だなと思うから。で俺も言ったじゃん、あの VR チャット始めて1日目いろいろ設定とかを聞いてたら、股を開いたがおしっこ出して、それをビール瓶に注いでようこそいらっしゃいって言って配ってたので、俺はそれはおもろいなと思ったし、でそれに対して気持ち悪いんでやめてくださいみたいなのも違うと思うから、それをキモいと思う人たちはそのワールドから去って自分たちが合うワールドに行けばいいし、なんか自分の価値観と違うからってそのワールドで遊んでる人たちを否定するのは違うと思うっていう俺は考えですよってのは言っとくわ。それができるのが VR チャットだと思うよって。今日のテーマはなかなか荒れたお題でございます。言ったら叩かれるけど思っていること、これ皆さんよくあると思うんですよね。これみんなあると思うのと思って今回ちょっと募集したんだけど、あーまあこういうのからいきましょうか。それではお題スタート。最近ストリーマーや V とのイベントが増えすぎて、その人のソロ配信が恋しい。たまにならいいけど増えすぎてレア感ないから減らすか、参加者被らないようにするとか調整してほしい。まあ配信者目線で言うとね、これはね、基本的に人とゲームをする方が配信ってのは全体的には盛り上がるし楽だからね。あと多分っていうか動画的にも正解、人と絡んでこの絡みが切り抜きガハーの方が伸びんだよ。エンタメの見せ方的にもまあ正解だからやりたくなるよね。てか俺もうほんとせこいと思った話して、今ちょっと話飛ぶんだけど、ワンコそば配信したじゃん。みんな配信してたじゃん。でみんな動画化するじゃん。でもう一目散に誰が動画出したと思う？その日の深夜に元気だよ。ガチでこっそりあいつやってるーと思って、帰りにマネージャーと話したんだろうな。早く編集してあげるぞ。素晴らしい。それはできるのが素晴らしいですよね。そういうので生きていくって彼は公言してるからね。で今回の方向性としては、その意見自体が理屈が通ってるかどうかとか関係ないんで、まあ、こういうのはもう本当に嫉妬でしかない。スト6始めた FPS 配信者、ほとんど FPS で勝てなくなったか、元から勝ててなかった人ばっかだよなって、ただの悪口。そんなこともないだろ別に。FPS が下手くそだからスト6に移行していったわけじゃねえや。ただ単純に楽しかったんだろ。 VTuber にかっこいいやかわいいという人いるけど、ええじゃん、まあ、これはね理解の問題だよね。俺も分かんない派だったよ。分かんない派ではあったけど、分かるようになってきたし、分かんないといけないなと思った時代だから。アニメっていうのはアニメっていうところから始まったから絵であることで違和感がないけど、配信者っていうものは生身から絵になってそれが受け入れられたっていう、このスタートがあるからこそ絵が受け入れられないってことじゃん。だから逆に言うと、まあ、VTuber を受け入れられないっていうのは遅れてるとも言えるから、まあ、俺は遅れてたから、まあ、コンテンツ VTuber ってめっちゃ多いし理解できた方がお得だし、だ俺はやっと理解できてきたし本当に可愛いと思ってきた。
じゃないと VR チャットってやんないし、これはなんか俺目線からするともったいない。こういう俺の配信を見てくれてるじゃん、すごく嬉しいんだけど、その俺の配信を見てるってことは配信コンテンツに触れてるってことで、配信コンテンツに触れてるっていうことは VTuber もたくさんいるわけじゃん。 VTuber のその面白いと思う機会を全部自分でぶった切っちゃってるから、それはもったいないね。そう、否定派までじゃなかったんだけど、分かんなかったんだけど、分かるようになったのが猫麦とろろスタートだったから、いいんじゃないっていう、可愛いかも。次、食事マナーが悪いやつに外食をする資格はない。運ゲーじゃね強制されなかったのって運ゲーだなと思わない？食事のマナーに関してはなんか、まあ俺はそこら辺は苦労してきた方だから、俺も犬食いだったから、飯今もちょっと犬食いのその名残があるしね。手の震えがあったからこっちに持っていけなかったのよ。だからこう行くしかなかったのね。だからなんか食事のマナーとか、まあそういうのもあるし、別に悪くてもって思っちゃうタイプだからさ、くちゃらは許せない。あんまり周りにいないかも。ひどいよ。あかりんバロ配信以外思んないし興味ないからすんな。おめえは一生ソロかプロにブースティングデュオでノラの味方とリスナーに文句を言いながらガチャキして配信したろって言ってこっちひどすぎる。最近で一番黒い配信かもしれない。そんなことないけどな、俺あかりんの配信って俺全体的に好きやけどな。あかりんだって24時間ロル配信して5000人いたぞ。オタクやめれて思ったけど、オタクの喋り方とか独特な言い回しとか本当に気持ち悪い。なんだろうな、オタクな言い回しって。まだな。え、ま？まと草はちょっと厳しいラインだね。草はアウト気味だと思う俺。キモいまで言わないけど、お出てるね。幸せな人たちのこと死ねって思ってます。深夜4時に投稿した。素直だね。人の幸せ喜べない時期ってあるよな。俺もあったよ。次、どんなに成功しようと実写化舞台化が本当に嫌い。まあこれの層ってある言っているからね。俺のコスプレとかもさ、結構モロハでさ、コスプレ嫌いな層って結構いるんだよね。だからめっちゃ頑張ってるし気をつけてる。それでも嫌悪感が湧くっていうか、もう心底嫌いな人って結構いるから、成功すりゃいい。俺も成功すりゃいい派かな。なんか作ることには何も思ってないだけど、失敗しないでほしい。ハガレンがね、俺はファンだったからさ、ファンだってっていうか俺はハガレンファンだから悔しかったね。絵を描くものです。画力の低いファンアートがタイムラインに流れてくるのが耐えられなくて、一つ一つミュートにします。性格悪いよなと思いつつ、思ってたら頑張って素敵な絵が多くて眼福ですと言ってます。お前はどうなんだよな、お前はどうなんだよ。もしそれをお前がさらえていたとしたら、苦しくない？やっぱり、いや上と下ってのは絶対に存在するんだよね、やっぱり技術とかって。でも下のものを卑下して生きていくと、自分の人格も腐っていくし、自分が生きてるコミュニティが衰退していくぞ。下の人が上の人を支えてるとも言えるからね。俺最近の問題点の話していい？配信者問題。これちょっと論点がずれるというか、この人は卑下してるって話なんだけど、配信界は危ないんじゃないのって話。新しい人出てこないよね、怖いよね。俺怖い今この配信界隈ちょっと怖くて、新しい人が出てくるからこそ上の人たちっていうのも危機感が生まれて、おもろいものが出来上がると思うし、上が強すぎるっていう感じ違うんだよね。下が生き残る術がないんだよね。配信って YouTube とかとはちょっと違って、何で戦うかっていうと、配信時間っていうのが正義になってくるわけだよ。で、配信時間を確保することになると、自分の生活だったりをある程度犠牲にしないといけないわけ。その状態で食っていける人っていうのが今いないんだよね。生きれないんだよね、配信頑張ろうってスタートした時に。だから今ある形っていうのが、 VTuber 事務所にポンと入って年バリューがある程度ある状態でスタートするっていうルートしか配信者ってあんまり存在しなくて、
リアル系配信者の人たちが見つかる方法っていうのがマジであんまない。解決できないから解決してないんだよな。解決しようとしてる人がいないんじゃなくて解決できない。人の心理の話をしていい？まずね、人ってのはね、ビジュアルがいい人の話っていうのはマジですっと入ってくるの。その中でかっこいい絵の VTuber ってもうビジュアルの時点で興味湧くわけよ。すごいよね VTuber は。どん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 新しい人が入ってきやすいシステムができてるから、我々その顔出し配信者がちょっと危ういなとは俺は思ってる。新規参入に関してはだから俺も危機感を感じてるから何かをするっていう段階には至れてない。俺がその配信界隈の未来を危惧して何かしますってなったら俺配信やめないといけないぐらい気合い入れないといけない。次行きましょう。 VTuber に恋人いてもよくね。 VTuber には恋人います。すいません、ごめんなさい、悪い、ごめんなさい。そりゃいる、そりゃいるだろ。なんでいないと思ってんだ。います。てかいると思ってても寄せると思うメンタルを持ちなさい。別に関係ないだろ、おもろい配信してくれんだったら。トロちゃんはいない。トロちゃんは例外、トロちゃんはいないよ。何言ってんの。いません、例外だよ。いません、普通に、普通にいません。よく考えろ、わかんだろ、いねえよ。言ったら怒られるの分かってるけど、マジ男ってやりもくにしか見えなくて無理。いや、やりもく、やりもくっていう言い方悪くね。やりもくをちょっと一括りにしすぎかも。やりもく細分化してほしい、もうちょっと。が好きだから誰でもいいのやりもくと、あなたが好きだからしたいのやりもくがあるわけよ。それを全部なんかただ一辺倒にやりもくって言わないで、どっちも同じや。違うんだよ、それってめっちゃ違くて、それってめっちゃ違う。マジで本当に極論言うよ、男っていう生物としてね、生物として自然な思想としてはやりたいから好きになんだよね、本能なんだよね。悲しないでも死んないでも同じ目から出る、それと同じ同じ、まあ、同じに見えはするな、同じに見えはするけど涙の出る意味っていうのは違ってくるね。いやでもそれは本当にそうなんだよね。女の子目線からちょっと一辺倒にそう見えるかもしんないんだけど、一回考えてみてほしい。なんだろうね、いやこれはね、わかるよ。いやこれわかる。なんでだろうね、なんでとかないんだろうけどね。いやなんかこの口にするときもちょっと抵抗あるしね。何ビジュアルって何お前ビジュアル最低な配信来たね、最低な配信来たね、これは何ビジュアルすごいね。この話題のときにただビジュアルが悪いからで笑わないだけじゃなくて、ただカタカナでビジュアルって書けるやつすごいな。なんでとかないな、なんでなんだろうな、難しいね。いやでもこれは慣れの問題でもあると思う。今フラッシュで思いついたのが、男ってのは幼稚園とか小学生の時に下ネタ言うの大好きで、でも自分のところにしかついてないチンの存在しか分かってなかったんだよね。だから下ネタでチンチンチンって言ったじゃん。でもマンって俺たちあのあれをなんて言うか知らなかったから、言う機会がなかったんだと思う。慣れの問題でもあると思う。これはチン歴、俺たちはチン歴生まれてから、まあ、29年としよう。マン歴は中学までの、まあ、12歳とか、もう全然倍以上歴が違うんだよね。歴が違う。だからなんかその言わないだけなんだよね。次、サナエ整うとか流行ってますが、やりすぎてぶっちゃけ体にいいところがダメージになってる人が多い気がしませんか。いやこれはサウナに入れば入るほど分かるんだよね。ダメージはあると思う。髪にも絶対ダメージあんだよ。サウナに入った後って髪の毛マジでバッサバサになりやすいから、絶対にこのトントンしてタオルドライしないと本当に髪の毛一瞬で終わんのとか、もう人体に害を及ぼすことってたくさんあるから、
あ、 あとね、普通に友達とサウナとか行った時も絶対にオケでこうやって水をタオルに浸して俺こうやって入るもん、こうやって俺殺したくないから、やっぱりジョージやってた。ちょっと一回話さないといけない、コラボしないといけない、ジョージやってた、すごい、でも待って、大好きになったかもしんない、一気にジョージというよりサムが教えてた。ジョージというよりサムが教えてた。サム誰、今何の話してんの、洋画の話してる、なんかやばい、あの時間ないんであと一個にしましょう。辛辣だね。いや、またこのお題やろう、おもろいから。このお題ちょっと定例化します。皆さんのその負のオーラが集まってて面白いんで、お題、行ったら叩かれるから密かに思ってること、おもろい、これやばい。いや最近これ、これ言う人が偉いみんな なってるのはちょっとあるよね。生きてるだけで偉いってやつ、本当にそれで納得してるのか。偉くはないかも。偉くはないかも。ごめん。